コッと気になる甘いお友達、スイーツタウンの可愛いチョコ系。私スイーツコンテストで一番になる。ミニゲームは50種類以上あるよ。任天堂 DS ソフト、チョコゲームのお店。チョコッと気になる甘いお友達、スイーツタウンの可愛いチョコ系。私スイーツコンテストで一番になる。ミニゲームは50種類以上あるよ。任天堂 DS ソフト、チョコゲームのお店。スイーツデパートで大活躍。デパート1のケーキ屋さんを目指しちゃう。服やインテリアも楽しめ、ミニゲームも40種類。簡単に作れる200種類のレシピもあるよ。チョコケンのスイーツデパート。チョコケンシリーズ第3弾、今度は可愛いワゴンで登場。スイーツを作って、ワゴンに乗って、どこでもスイーツをお届け。チョコケンの出来たてスイーツワゴン、3月19日発売。予約してね。道具を積み込んで、つめつめカラーやアクセサリーでデコ調。はい、今日はどこへ行こうかな。新チョコ犬を含む26キャラが総登場。目指せナンバーワンワゴンマスター。チョコ犬の出来たてスイーツワゴン、3月19日発売。予約してね。チョコ犬シリーズ第3弾、今度は可愛いワゴンに乗って、いろんなところにスイーツ道具を積み込んで、つめつめカラーやアクセサリーでデコ調。はい、今日はどこへ行こうかな。新チョコ犬を含む26キャラが総登場。目指せナンバーワンワゴンマスター。チョコ犬の出来たてスイーツワゴン、好評発売中。私ストロベリー、ある日突然攻め込んできたベジタール王国の女王からショコラ姫を助けるため、魔法のレシピの材料を集めて伝説のスイーツを作るの。強いモンスターもいるけど大丈夫、だって私には冒険に協力してくれる仲間がいるもん。みんな、私たちチョコケンと一緒にちょこっと不思議な冒険に出かけよう。 Nintendo 3DS、 チョコケンのちょこっと不思議な物語、ショコラ姫と魔法のレシピ。